捧げん無限の闇より運命の定めしてが我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がり我らは自らを深夜の月が黒き翼で舞い上がり最後の明かりを待つのみ生にも死にもマザーミランダに栄光を。おい覚えてるか、城じゃ危うく死にかけた。この村で一体何が起きてるんだ。死にかけたということは生きてるということ。賢者と交わす問答じゃ。とぼけるなよ、まだローズが見つからない。あの子はどこへ連れて行かれた。もう手遅れじゃ。いや正しくは手遅れになりかけている。あの子は生贄となる、命に捧ぐため。中世の話じゃあるまいし、ただの赤ん坊だ。四つの家紋を探せば道が開けるかもしれぬぞ。謎かけしてる場合じゃない。探してるのは娘だ。謎が解けた時、謎かけではなくなる。待てよ、見覚えが。おい待ってくれ。来ましたね、ここなら会えると思っていました。無駄骨だった。そうですか、でも何か手に入れられたのでは。ああ、何かはわからないが。おや、娘さんがその中にいるじゃないですか。何を言ってる。よく見てごらんなさい。
その瓶には頭部が入っているようですね。いや、そんな、なんで。ローズ様は。ちょっと黙っててくれ。いや、こんなのありえない。嘘だと言ってくれ。娘さんはまだ死んではいませんよ。特別な力をお持ちなのです。一体誰がこんなことを。助ける方法ならあります。助ける。何言ってる。どういうことだ。村の西側に赤い煙突の家があります。そこにいる男を訪ねなさい。この話の続きはその後で。もったいぶるなよ。何なのかさっさと答えろ。私を信じなくても結構ですが、娘さんのためです。どうぞお好きに。すべてはお客様次第。そうでしょう。騙したらただじゃおかないからな。ブハハハハ。すったりが。戻るか、デュークのとこへ。
どうです、何か分かりましたか。羽を見つけた。この金細工でどうローズを助ける。まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなりません。残りはどこにある。瓶は全部で4つ、残りの3つは各貴族が持っています。貴族。この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには4人の貴族が仕えています。一人はあなたが倒したドミトレスク夫人、二人目は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ。彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。そして三人目は風車を抜けた先の湖に住む怪人モロー。その湖には他にも恐ろしい怪物が住むといいます。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク教、人里離れた工場に潜んでいます。噂によると彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えているのだとか。娘さんを助けたければまずは4つの瓶を集めることです。今回だけは特別にそれぞれの場所を地図に記しておきました。また村には貴重な品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。なぜここまで。いや、あくまで顧客サービスの一環ですのでお気になさらず、今後ともどうぞごひいきに。